どうも、茶子先生です。どうも、瀬子です。お久しぶりです。ね、久しぶりだね。というわけで久々のセルフゲスト会なんですが、今回は茶子先生が語る人で、瀬子くんは聞き役です。はい、よろしくお願いします。つまり今日は茶子が好きなものの話をする会なんだけど、何について語るの？今日はレオルさんについて語りたいなと。おお、久々だね。そう、このチャンネルでも何度か取り上げてるんですが、実は今週11月9日がレオルさんの誕生日ということで、おめでとうございます。それでまあそれに合わせて、だから今日なのね。実はこの動画のまあ背景なんですが、ごめん、かぶっちゃった。あ、いや、そう、大丈夫だよ。ごめんね。今回は音声後撮りなので、背景が割と最近出たアーシャを模写しております。なるほどね。まあ、あくまでも背景なので、クオリティとかは目をつぶってください。まあ、とにかく今日もよろしく。はい、お願いします。てか、今度レオルさんまた新版出るんですよ。あ、これも結構久々じゃない？そうなんだよ。前回の金字塔ぶりのリリースなんだけど、そんでタイトルが第6巻なんですね。シングルの、そう、前にリリースしたシングルの第6巻と同じタイトルなんだけど、まあ、最近レオルでハマった人はこの第6巻っていう曲で初めて知った人もかなりいると思うんだけど、うん、昔のレオルを知ってて最近また聴くようになったっていう人も多いと思うわけよ。ああ、なるほど。その昔ってひらがな名義の、ああ、そうそう、そういうこと。あのレオルと同一人物なの？みたいな驚きは、まあ、少なからずあると思うわけよ。そうだね、確かに確かに。だから今回はレオルの今昔物語というか、は昔のレオルと今のレオルのどこがどう好きみたいな。あー、なるほどね。まあ、いいんだけどさ、それ大丈夫？ 5 時間コースじゃない？いやいや、短くキュッとしますよ。てかさ、瀬子さ、プロセカって知ってる？え、あれ音ゲーでしょ？プロジェクト世界って、初音ミクの。そう、ボカロの公式が本気出したみたいな音ゲーなんだけど、アップデートのたんびにこう日記のボカロ曲とかがガンガン追加されるんだけどね。はいはい。そこで、まあ、作詞作曲レオルとかたまに出たりするわけよ。あー、なるほどね。まあそれはなんというか、もう本当にあーってなるの。あれかな、フルス感みたいな。そうそうそう、まあそんな感じ。なんかね、懐かしい感じもあるんだけど、でもそれだけじゃないっていうか、うん、こうなんかね、こんな場所でも会えるなんてみたいな気持ちになる。もうね、いい曲しか言えないし、あなたの音楽もあなたも生まれてくれてありがとうって気持ちに打ちのめされるっていうかね。ゲーム中にそんな壮大な感情になるのか。なる。音ゲーでそれってさ、絶対スコア。もちろんスコアボロボロですよ。あと、プロセカってオンラインで知らない人と一緒に同じ曲をプレイできるんだけどさ、うん、知らない人と大好きな人が作った音楽で一緒に遊ぶ時って、こうマジでなんかね、毎回感慨深くなるんだよね。あー、だからあれ、その私の推し来ました、みんな聞いてみたいな。いや、うん、まあまあそういう時もあるんだけど、きっと画面の向こう側にいるプレイヤーは私と性格も境遇も何もかも違うけど、この音楽を通してなら最高の感情を共有できるに違いない、少なくともこの曲の最後の1音が終わるまでは、みたいな。ゲームしながらそんなこと考えてんの？いや、こういうのは曲名が出て曲が始まるまでの間しか考えてはないよ。それらがすごくない？だってそれほんの数秒じゃない？3秒とか5秒とかじゃない？列島上等とかはね、アウトロとかでもなるから、たまに曲の終わりにね、爆泣きしたりしてるんだけど。いや、だからそれ絶対スコアボロボロ。え、何、今日プロセカの話だっけ？違う、今のはまあ物の例えで。例えの下手だな。なんていうかね、こうボカロとか、まあ、歌い手とかネット文化っていうのがやっぱレオールの出発点だから、こうやっぱいつ聞いてもね、どこで聞いてもかっけーなーってなるんだよね。それが今でもいろんな人に愛されてるっていうのを感じると、余計こうハイになってくるというか、誇らしい感じ。あー、それ結構ね、近いかも近いかも。なんかね、こう自分のことのように嬉しいというか、ちょっとキモいんだけどさ。いやいや、こうもはや勝手に自分の一部みたいにね、レオルの音楽を思っちゃってるからさ、やっぱ他の人にもその良さが理解されると嬉しいよね。すごいわかるよ。
こう自分が好きでいたいっていうのとはまた別ベクトルで、そう、他の人にちゃんと評価されてたら嬉しいよね。そうなんだよ。それを好きっていう自分の感性みたいなのも認められたみたいなね。まあいやね、ほんとおこがましいんだけどね、結局こう自分が気分良くなりたいだけなのかなみたいな、エゴなのかなとかはまあ思ったりするんだけど、うん、いやそんなもんよ。みんな勝手に好いて勝手に救われてる部分って誰でもあると思うし、でもどうやってもそうやって思っちゃうことってさ、多分 100% 純粋な気持ちじゃん。うん、だからそれはいいんじゃないかなって思うよ俺は。ごめんらしくもないこと。いや今の良かったよ。これ一人二役じゃなかったらいい話だったのになって思って。ほんとそれな。レオル今昔物語の弱の話はしたけど、今は、いやあのね、ほんとね、私ね最近反省してんのよ。な、え、何の話？反省。いやなんかね、長く好きでいるとただその人が作ったものっていうだけで色眼鏡で見ちゃうじゃん。うん、まあね、それが嫌なんだよね私。なんで？例えば長らく新しい曲が出てないとして、で新曲のリリースのさ情報解禁出たらワクワクするじゃん。うん、もちろん期待して聞くんだけど、でも実際に聞くときは先入観をなるべく排除して曲と対峙したいんだよね。じゃないとさ、何でもいいになっちゃうじゃん。何でもいいっていう人になっちゃうっていうか。あー、だから考える前にいいって言っちゃうのは嫌だなってことだね。うん、でも考えるって言ってもほぼ直感だけどさ。うんうん、けどなんて言うんだろう、シンプルなこう思考回路ほど麻痺したら普通に戻れないっていうか、判断できなくなる。そうそうそう、だからそうならないように最近はあのわざと離れる時もある。離れるっていうのは、あのなんていうの、聞かない時間を作るっていうこと。そうだね、それもだし、他の人の音楽をあえて聞いたり、まあ、音楽以外のエンタメにがっつり使ったりもするかな。あ、やっぱいろんなものをインプットしたり、脳が正常のテンションに戻った頃に改めて触れるとこう同じものでも全然違う風に聞こえたりするから、そしたらまたこう新しいフラットな気持ちで一周また愛せるっていうかね。なになに？いや、ほんとなんかチャコって昔からそうだよね。え？これ好きだなって思ったもの見つけたらとりあえず人通り目立つ肉をしゃぶり尽くして、で骨だけになっても舐めたり噛んだり吸ったりして、こう新しい味わい方を探求するっていうかね。そういうところね、あの変態っぽくて、ね、いいと思うよ。おい失礼だな。あのね、変態っぽいんじゃなくて変態なの。え？え？てかさ、レオル好きな人はゲストに呼ばないの？いや、それめっちゃ呼びたいんだけど、誰も手挙げてくれないんだよね。いや、多分ね、私も、まあ、好きな方だから、ハードル高く感じてる方が多いと思うんだよね。あー、同じ熱量で喋れないと盛り上がらないんじゃないかとか、そういうこと？そう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 、全然いいのにね。こうむしろ最近知った人とかさ、こういう曲調だけ好きとかね、自分と違う感覚の人と喋るのも楽しいからさ。それでも来ないってことはさ、おいやめろ、それはチャコか、やめろ。やめろ。いやーね、もっとほんと人徳を積まなきゃダメってことだね。いや、もう頑張ってカルマあげな。はい、そうします。はい、というわけで今日はここまでです。はい、ちょうど絵もね完成したしね。え、これは完成なの？完成です、一応。ゲストで喋りたい方募集しているそうなので、渋ってる方いましたらこの機会にね、ぜひ手を挙げてやってくださいね。ちゃんと泣いちゃうからね。泣かないよ。でも本当に募集はしてるので、あのよろしくお願いします。はい、てかさ、俺のアイコンなんでこれな？違う、あのセコのビジュアル決めたいからツイッターで前募集したんだけど、見た目に関する情報が来なかったので、あのアイコンにはできなかったんだよ。なんだそれ。セコくんのビジュアルイメージも決まるまで募集してますので、コメントリプなどよろしくお願いしますね。ハッシュタグチャコ先生でツイートしてくれたら俺がエゴさしますので。じゃあまたミニアルバム出たら、あの感想聞かせてね。はーい、また聞いてね。うん、ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。